いや今日見てて美容って楽しいんだなって改めて思いました。カットと同じくらい の考え方とか似合わせとかデザインの視点っていうのがあるなってつくづく思ったんで、改めてすごい勉強になったなと思って、ちょっとまたもっと受けてみたいなと思えるような内容だったので、ピンの少なさとか、あとはスピードとか、あと完成度だと全て計算尽くされた、1年ぐらいのコースでやりたいなって個人的には思うぐらいの内容だったんで、何よりやっぱりその技術だけではなくて、そのメソッドの分解の仕方ですか、それがすごいやっぱり勉強になったんで、セレクトの仕方によってたくさんのアレンジがこう無限大に広がるっていうのをすごいよく理解できました。だいたい3分の1の量が適量です。この毛いらないのでくるっと中に収納します。今アップスタイルはこういう土台作ってあげると後がすごくしやすいです。人間が持っているこの骨格のラインです。このライン上にはまるようにしてあげると頭がくっちっちゃくなります。倒します。で持ちます。丸めに沿ってぐーっと広げます。